小泉進次郎議員ら与野党の議員が党首討論を夜に開催するなど、国会改革に向けた提言を衆議院議長らに提出しました。まあ、平成のうちにという国会改革を実現しなければいけないという思いを党派を超えて共有できたことっていうのがものすごく大きな意義で、提言では党首討論を国民が視聴しやすい夜間に開催することや、ペーパーレス化に向けたタブレット端末の導入、妊娠や出産で国会に出席できない女性議員の代理投票を認めるなどの国会改革を求めています。今後は議員運営委員会で議論されることになります。小泉進次郎議員ら与野党のメンバーは秋の臨時国会冒頭に再び集まり、来年の通常国会までに改革を実現させたいとしています。